大阪府立大阪北資格支援学校は大阪府大阪市東淀川区とよさと7丁目にある特別支援学校。主に大阪市の大半及び大阪府北部の資格障害のある児童、生徒を対象に一人、数との個性や障害の程度に合った支援教育を施すことを目的とする。幼稚部から高等部までの各学部が設置されている。実業家。 五代五兵が私費で設立した大阪盲愛院が学校の源流となっている。1919年に大阪市に管された後、1923年に盲教育、老教育を分離した。現在の大阪府立中央庁覚支援学校は期限を同じくしている。2016年に大阪府へ移管され、大阪府立大阪北市各支援学校へと改称した。 視覚障害を持っていた実業家5代5平は1899年京都もアインの創設者で日本の藻を老教育の始祖と言われる古川太志志郎の講演を聞いたことをきっかけに視覚障害者、聴覚障害者のための総合施設を設置することを構想した。当初は病院なども併設した総合施設のうちの一つとして学校を建てることを構想していたが、 結果的に病院などは建てられず、学校を単独で建てることになった。1900年9月13日に、私立大阪もアインとして、大阪市東区本町4丁目、上級寺に仮校舎を設置して、授業を開始した。初代委員長に、古川太志,志郎を招聘している。開校2ヶ月後の1900年11月30日には、 大阪市南区塩町通り一丁目15番地16番地に移転した。一方で、資金難が続き、五代は、もう、老教育の永続化を図るためには、大阪市への移管が最善と判断し、市への移管を働きかけた。それを受けて1907年4月18日に、大阪市に移管され、私立大阪網和学校へと改変した。同時期には、生徒数の増加により、 敷地が境外となり、近い将来の移転を前提に1908年には、郊外の東成郡天王寺村に高地を確保した。一方で、翌1909年には、収容限度を超えたための応急措置として、南区長堀橋筋、元南区役所跡に仮移転した。その後天王寺村への移転を取りやめて、予定地を売却し、通学の便を考慮して、 南区南桃谷町11番地、元南区育英高等小学校跡へと移転することになった。1912年には南桃谷町の校舎に移転している。一方で、さらに生徒数が増加して、教室不足が見込まれることから、盲教育と老教育を分離することが決定した。 1921年10月26日に分離案が大阪市会で可決され、1923年に大阪市立盲学校と大阪市立老和学校に分離した。盲学校は従来の敷地を引き続き使用し、老和学校は東成区に行くの村に校舎を設置した。昭和期に入り、太平洋戦争の戦局悪化により、1944年には 高槻市北部の山間部、現地区に学寮を設置して集団疎開している。また中等部生徒の一部は勤労動員の対象となった。1945年6月15日及び6月25日の2度の大阪大空襲では校舎が被災している。終戦後の1948年にはもう老学校の修学義務制度が学年振興で実施された。 これに伴い、従来の校舎は、繊細復旧が十分ではないし、児童、生徒の増加にも対応できないとして、大阪市東区船場、旧大阪市立船場高等女学校跡に移転した。船場移転後も、児童、生徒数は増え続けて収容が困難になったので、1957年には、大阪市西区、うつぼ中通り2の27。 旧宇津保小学校跡の東半分に宇津保文庫を開設した。宇津保文庫では高等部を収容した。さらに校舎の老朽化も目立つようになったため、1963年に東小戸川区と里町619番地に新校舎を建てて統合移転した。船場の旧校舎は北側が企業ビルになり、南側は駐車場となっている。 また、重複障害児への対応として、1965年には特別学級を設置している。2009年には特別支援教育制度導入に伴う大阪市の条例改正が行われ、大阪市立資格特別支援学校へと解消している。さらに、大阪市立特別支援学校を大阪府に移管する方針が決まり、2016年以降は不立学校となり、 大阪府立大阪北四角支援学校へと改編された。ありがとうございます。